中野拓夢は山形県天道市出身のプロ野球選手、宇藤左打。阪神タイガース所属。小学3年生から軟式野球を始める。中学時代は山形シニアに所属。主に遊撃手を務めた。日大山形高校入学後、1年時は控え、遊撃手としてプレーするも、2年夏からは1、学年上の声優劇手、奥村天進との兼ね合いで、 2番、二塁手に定着。同年の甲子園大会に出場し、山形県生発の夏ベスト42時に貢献。準決勝の前橋育英高校戦では、高橋三成から安打を打つも、チームは敗れた。3年からは、3番、遊撃士を務め、夏は、県大会準決勝で、坂田南高校に敗れた。東北福祉大学では1年春から、ベンチ入り。 大塚浩二監督の助言で一時期はスイッチヒッターにも挑戦した。3年春と4年春秋にベストナインを獲得。4年時に出場した大学選手権では国際武道大学との決勝戦で伊藤正史から敵自我を打つ活躍で優勝に貢献した。3学年上に佐藤優、2学年上に長坂健渡る、1学年上に楠本康史、加西春。 一学年下に、つもりゆとし、二学年下に、山野大地、元山比優がいる。三菱自動車岡崎では一年目から遊撃手として、レギュラーに定着。同年の日本選手権では、3番、遊撃手として打率。421、4打点を記録し、ベスト4入りに貢献すると、冬には、アジアウィンターベースボールリーグに参加し、大会1位の26安打。 同2位の打率、371を記録した。2年目の都市対抗野球予選では日本塁打を打つなどの活躍で本戦出場を果たした。2020年のドラフト会議で阪神タイガースから6巡目、指名を受け、契約金3500万円、年俸800万円で仮契約、背番号は十一。ドラフト指名後に出場した都市対抗本戦では、 同じく阪神から二巡目指名を受けた伊藤正氏擁する JR 東日本との一回戦に2番遊撃手としてスタメン出場をするも先発した伊藤の前に読んだスー数無安打に終わりチームも伊藤に関東を許した末にさよなら負けを喫した2021年ドラフト1位の佐藤輝明と8位の石井太一と共に開幕1軍入りを果たした 3月26日の東京ヤクルトスワローズとの開幕戦では7回裏から2塁手として守備につき9回表のプロ初打席では中前安打を記録した。4月10日の対横浜 DNA ベイスターズ戦では8番遊撃手としてプロ初の先発出場を果たしプロ初打点とプロ初盗塁を記録した。その後も好調を維持し、 オールスターゲームのファン投票では、遊劇種部門で29万3 0 0票を集め、同部門で4年連続選出を果たしていた、坂本隼人を抑えて1位選出された。7月16日のオールスターゲーム第一戦では、途中出場すると、9回表に西万塁で打席を迎え、増田直也から、決勝点となる、押し出し支給を選んだ。九月十一日、中日戦で、 新人遊撃手として100アンダーを達成。球団では1953年の吉田義尾以来の快挙となる。10月24日、広島戦で7回1死から2等を決め、球団新人では2001年の赤星則博二千2019年の近本浩二に続くシーズン30盗塁の快挙を達成させた。広角に打ち分けるバットコントロールと広い守備範囲が持ち味の遊撃手。 50メートル5秒9、遠投100メートル。2021年7月3日の広島東洋カープ戦では、無視1.3塁の場面で、夕頃を補給すると、二塁ベースを踏んでから本塁に送球する変則的なダブルプレーを取り、失点を防いだ。山形生まれ、山形育ちながら、父親の影響で幼少期から、阪神ファンだった。目標とする選手に、 鳥リ隆を挙げている。2021年の8月終盤には、阪神応援団が中野の打席で演奏される応援歌の完成を発表。本拠地の甲子園で行われた同月31日の試合でお披露目された。中野は、夢を開けという名前も入れていただいて、自分の中ですごく背中を押してもらえる歌詞だと思いました。1年目から、 ヒッティングマーチを作っていただけたことはすごく嬉しいですし、期待に応えることができるように強い気持ちを持って頑張りますと語っている。ハイライトベリーグッドマン。ありがとうございます。